おいきりチェックです。おいきりチェックです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、美穂組いきましょうか。はい、アイビスサマーダッシュですね。はい、ということで、うん、そこまで目立つ馬ってのはいなかったような気がするんですけどね。まあ、僕自身は、はい、まあ、挙げるとすれば、うん、フレイムヘイドとセイコーライコーかなと思いますね。はい、まあ、時計的に目立ったのはフレイムヘイローですかね。まあ、販路で54秒1、うん、まあ、一般に言われてラスト1ハンロも13秒1と、はい、まあ、多分時計かかりますからね、販路ね。そうですね、うん、まあ、それでまあ遅い時間帯だったのでよりね、はい、あのタフな馬場状態だったと思うので、まあ、それを考えれば、まあ、その前にね、1本目もね、あの60秒くらいで上がってますし、まあ、十分な調教だったとかね、まあ、気球してからね、10日で使うのがこの馬のスタイルのようなので、まあ、それでね、これだけしっかり やれているし、もういいんじゃないでしょうかね。はい、まあ、汗までもきっちり庭師に先着しましたし、まあ、力が出る状態っていうのはね、間違いないと思いますね。はい、セイコーライコーもね、どうですか。セイコーライコーもね、まあ、調教ではね、見極めるのはすごい難しいタイプだと思うんですよね。はい、まあ、いつもそれほど時計を出さないですし、うん、まあ、目立った動きもしないタイプなので、まあ、今回も販路で56秒1、13秒6、まなり、まあ、単走ということでね、はい、まあ、それほど目立たないんですけど、まあ、去年勝った時もね、まあ、うん、同じく販路で57秒台ぐらいでね、上がって、まあ、勝ってますので、まあ、その時は販路2本で、今回1本、まあ、厩舎買ってね、1本出てるんですけどね、はい、まあ、その前にね、じっくりね、乗られてから、販路に向かってますので、まあ、そのあたりはもう問題ないと思いますし、そうですね、まあ、はい、去年とね、同じ予定で来るんですけど、はい、まあ、去年と同じだと、吉見さんも言ってたんでね、まあ、中間の手はいないんですけど、まあ、まあ、そのぐらいいけるんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、直線1000メートルの、ね、適性を考えれば、もう十分勝ち負けになる、はい、仕上がりだと思いますよね、はい、どうでしょう、他は。そうですね、他ちょっとね、まあ、シンボルディスクもちょっと、まあ、こう加減しながらの感じでしたし、打ち回ってね、加減しながらで、うん、まあ、販路55秒0っていうのはちょっと物足りないかなっていう、うん、感じはしますしね、まあ、うん、アンゲネームなんかにしてもね、ちょっとチップでやる予定が、うん、こう香水で嫌がって嫌がったんですねっていうね、うん、あれも原因もあるんでね、そうですね、うん、まあ、あとまあ多分調教で注目されるのはサフィロスかなと、まあ、9ヶ月ぶりでね、しかも3歳までのディアンマサイってことで、はい、まあね、ちょっとね、こ戻ってきてがまあ3周ですかね、まあ、ダートで追い切られてたんですけど、はい、まあ、今回はきっちりウッドチップコースで追ってきたっていうのはね、はい、まあ、足元がね、不安がないっていう評価できる点かなと思いますね、うん、で、まあ、単走で姉妹目いっぱいに、ね、追われてたんですけど、まあ、681秒5で662512374で最後12秒9と、はい、まあ、時計的には、ね、合格点のような感じはね、はい、思えるんですけど、まあ、僕の見た目ではなんかもう少し姉妹、うん、なんか追われても結構追われてたんですけど、はい、それほどグッっていうくるような伸びには見えなかったので、まあ、ちょっとその点は、まあ、久々の分もあってね、うん、一枚やっぱり引かなきゃいけないかなっていう印象を受けましたね。まあ、ただね、しっかり追ったっていうことで、はい、この追ってからの代わりにね、代わり目はしないですね、見込めるとは思いますね。まあね、適正なものを言う舞台もですね、ね、枠順も大事になってきますし、まあ、ある程度体調整ってればね、うん、まあ、適正でなんとかなる舞台になるかなと思いますけど、まあ、はい、そのあたりはね、じっくり、はい、週末まで考えたいと思います、はい、ということで今日は失礼します。はい。